こんにちは。リモートワーク研究所、池友です。本日は、チャット GPT と音声で会話ができる、Chrome 拡張機能をご紹介します。これ結構すごくて、英語でも日本語でもいけるんですけど、精度が高いと。まずはちょっと実物を見てみてください。まずは日本語で、チャット GPT ってすごいよね。はい、GPT、ジェネラティブプレトレインドトランス。音声でも会話できるの？GPT 自体はテキストに基づいたモデルであり、このように日本語かなり精度が高いですよね。続けて英語でいきます。 Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Have a nice evening. I want to talk with you. Sure, I'm here to chat with you. What would you like to talk about?ということで、さっき音声を早くしたので、英語ちょっと早めにだったんですけれども、これも調整ができます。これ結構すごいですよね。以前に音声で入力する Chrome 拡張をご紹介したんですけれども、正直精度が全然違うのと、あっちも音声で返してくれる。しかも音声のコントロールもできるので、これ活用の余地が全然違うなという感じでした。ということで、今回はこの拡張内容についてご紹介していきたいと思います。名前を Voice Control for Chat GPT というんですけれども、これのインストール。これから具体的な使い方、そしてこれを使った時にどんなことに活用できるのか、考察応用例を伝えていきたいと思います。このチャンネルリモートワーク研究所は、リモート社員に欠かせないツール、ノウハウ、最新情報をお届けしています。最近ではチャット GPT を中心とした AI の様々な最新動向や具体的な使い方ご紹介しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまずはこの Chrome 拡張のインストール方法です。めちゃくちゃ簡単です。この概要欄にChrome 拡張の URL 貼ってありますので、そちらをクリックしてもらっても大丈夫です。この Voice Control for Chat GPT というページに行って、 Chrome で開いてボタンを押すだけです。やってみたいと思います。では Chrome Web Store で Voice Control for Chat GPT で検索します。 URL 貼ってありますので、そちらからでも大丈夫です。でこれですね、このシンプルな声のアイコンっぽいやつを押してもらって、 Chrome に追加とします。で拡張機能を追加というのがここに出ると思います。こうですね、こんな感じで出ると思うので、拡張機能を追加通して、拡張機能を追加してもらいます。これで完成でして、この後チャット GPT の画面を開くと、このような感じで下にこの音声ボタンのようなものが追加されていて、インストール完了です。めちゃくちゃ簡単ですよね。さて、ここからは実際の具体的な使い方を見ていきたいと思います。まずは超基本の音声入力の方法。音声入力が2つありまして、この下のボタンに対して、スペースキーをショートカットとして押しっぱなしで発話して話すという方法と、丸2番、ボタンをマウスでクリックして発話し終わったらもう一回クリックする。この2つの方法があります。両方やってみたいと思います。まずはスペースから。スペースはこのメッセージボックスを選択せずにスペースを押すと、このような感じでスペースを押しっぱなしにすると文章が入力できます。話します。はい、はい、その通りです。でこのように音声が来るわけですね。スペースを押し、で注意点としては、少し入力してから文章になるまで時間がかかるので、すぐに話すと時間が足りなくて文章が途切れちゃう場合があります。まあ、このぐらいの感じですね。はい、その通りです。続いて、このボタンを押して、一回押すと入力モードになります。話し終わったら、もう一回クリックします。これで、ご指摘いただいて、入力をすることができます。非常に簡単ですよね。まあ、スペースでもいいですし、クリックでも簡単なので、どちらも使えるかなと思っています。続けて、音声の出力ですね。音声の出力は、まずこの右側の赤いアイコンですね。このアイコンの部分で、この赤いアイコンのこの部分を押してオンにしておくと音声が出てきます。で、今これオフの状態なので、この状態だと音声が出ません。で、音声がですね、会話返ってくると音声が流れ始めるんですけれども、それを途中で止めたい場合は、この赤くなっているスピーカーの左側にあるこの矢印ですね。矢印に縦のような、このアイコンを押すと止めることができます。また実際にやってみたいと思います。こんにちは。今音声がオフなので音声が出ません。オンにして、もう一度こんにちは。こんにちは。音声が出てきます。困りのことがあれば、で、私にお気軽にご相談ください。途中で止めたい場合はこれです。スキップします。これ音声終わるまで流れちゃうので、例えばこんな感じで、こんにちは。続けて文章を送りたいです。ご相談があれば何でもお聞きください。お手伝い。スキップ。
で、こんな感じで途中で文章を入れてしまうと音声がまだ残ってしまうので、スキップを押しておくと一回止めれて次に行けると、まあ、こんな感じで使う方法になります。で、これ今音声が出てくるので音声が表示できるモードが引き続き出てくる状況になります。続けて言語切り替えですね。これ非常に簡単で、さっきのボックスで英語や日本語を切り替えることができます。で、続いてですね、音声の速度を変えたいと。これ現状は日本語に合わせて早めにしているんですけれども、この速度であったりとか音声の変更ができます。場所としてはこの画面の左側ですね、この青いボタンが設定ボタンになりまして、これを押すと設定画面が出ます。設定画面の左側にあるこのバーの部分がスピードになりまして、右に行くと速い、左側に行くと遅いです。感覚的には日本語はベリーファストでいいかなと思ってまして、英語になるとちょっと早いので真ん中ぐらいがいいんじゃないかなと思います。またこの1個下にボイスプレファレンスと書いてあるんですけれども、いくつか音声のナレーターが設定できると思います。男性女性とかですね。で、この部分を変更すると、まあ、自分が一番聞きやすい音声に変更することができるので、お好みに合わせて変更していきましょうというものになります。実際やってみたいと思います。現状はですね、日本語になっていますけれども、押して今スピードがノーマルになっていると。で、これ右側に行きましてベリーファストにします。また音声を一郎さんという男性に変えてみたいと思います。こんにちは。失礼。ね、こんにちは。こんにちは。お話できることがあれば何でもおっしゃってください。で、日本語はちょっとスピードが若干遅めではあるんですね。これを英語に変えてみたいと思いまして、英語に変えるとまたいくつか選択肢が出ます。ジラさんに変えてみて、今ベリーファストやってみます。Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. How can I assist you today? ちょい早いと。まあこれでも何とかなるかもしれませんが、まあ、これでスピードを変えることができるので、自分がまあちょうどいい速度に変えることができます。続けてもう一個ですね。表示モードですね。下のところでして、先ほどの設定画面の左下でディスプレイセッティングというのがあります。このUse Compact Interface を押すと、通常右の上の通常モードという画面になってるんですけど、これが右下のようにちょっとちっちゃく出てきます。また、丸2番の画数を押すと、Chrome 拡張をオフにせずに画面が隠れます。この1番簡単なので、2番の隠した後にもう一回どう出すのかだけやっておきたいと思います。画面設定に行きまして、この左下で変更ができます。この左下のところですね。で、ハイドボイスコントロールと押すと一回隠されてしまうんですけれども、このように隠れるんですが、この右上に設定アイコンが残っていまして、右上のアイコンを押すとまた戻ってきて、ショーボイスコントロールを押すと出すことができます。もう一回やると、設定を押してハイドを押すと右上に行きます。右上を押してショーを押すと戻ってくると、こんな感じで変更できるわけですね。ということで、使い方は以上で、非常に簡単に使えるのに、音声入力の判定精度が非常に高いと。日本語も英語も非常に高くてですね、前の Chrome 拡張よりも圧倒的に速いですし、スピードも速いですし、実際に話してインプットをしていく、入力するのに、本当に実用に耐えるスピードで、これ素晴らしいなと思っています。で、こういったものが使えると、どんなことにできるのか、簡単に考えてみたいと思います。まずは、母国語での思考ですよね。我々の場合、日本語だと思うんですけれども、日本語でものを考えるときに、私もそうなんですけど、文章を書いたりとか、なんかメモを書くよりも、僕は話した方が考えまとまるタイプなんですね。なので、よく散歩に行って、散歩の途中で、川の土手で、ベラベラ喋りながら、独り言を喋って考えてるんですけれども、まあ、これでも十分考えまとまるんですが、特にチャット GPT とかで、相対しながら、何か発言して回答を見ながらもっと考えるということがしたい場合に、文章を入力するんではなくて、日本語でバーッと喋って文章を送って、で、それを音声で返してほしいかどうかはケースバイケースかなと思うんですけれども、話した内容のフィードバック、内容を見て、また自分の言葉で話してっていうのが、さっきのスピードと精度で送れると十分成り立つんですね。なので、これから何か物事を考える際に、自分で考えるだけではなくて、考えたことをチャット GPT も投げてみて、おそらくこの場合音声はオフにして、それを見ていきながらまた自分の会話を入れていく、こういうことができると思考が非常にはかどったり、スピードになることができるなというふうに思っています。で、似てるんですけれども、そういうことができると、アイデア出しやブレストを一人でしやすいですよね。例えば、このチャット GPT 研修というサービスを作ったとして、これをどう広げていったらいいと思うか、と入力して回答返ってくる。気になった部分に対して、例えばこれとこれとこういうのがあるけどどうかな、
で、言葉で言うと、またその反応が入ってくる。みたいなことを繰り返していくと、自分の中でアイディア出しやブレストがはかどるんじゃないかなと思っていて、こういう使い方があのぐらいの精度で入力できると全然できるなというふうに思っています。そして、もちろん外国語の会話練習ですね。英語であったり、まあその他スペイン語とか、そういったいろんな言語において、対応しておりますし、さっきぐらいの精度で入力ができて、しかも音声で返してくれるので、本当に対話しているかのごとく練習ができると。しかもチャット GPT の非常にこう豊富なボキャブラリーというか会話の幅に対してやることができるので、いわゆる AI の会話ツールといった完全に決められた文脈だけではなくて、フリーディスカッションを楽しむことができると。以前紹介したものだと、入力はできても返答は別のプラグインでなくちゃいけないと、別の拡張機能が必要だったんですけれども、この拡張機能であれば1個で完結しているのでめちゃくちゃ便利ということで、ぜひ試してみていただいて、皆さんも活用したり、もっといい応用例があればぜひコメントいただいて教えていただければなと思っています。ちなみにこの拡張機能もかなり前からコメントで教えてもらっていたんですけれども、試すのが遅れまして、実際試したらめちゃくちゃ便利ということで、改めてご紹介させてもらっています。ところで最後に簡単に告知をさせてください。まずですね、中小企業やチーム向けのチャット GPT の実用活用実践活用研修サービスというものを、5月の頭にリリースをいたしました。で、今ライトアップさんという上場企業と組んでやってるんですけれども、月10万円で30人まで使い放題と。で、中小企業の場合は助成金を使えるので、それで補填してコストを実質6割7割減で使えると。で、これもう10時間以上のコンテンツを作っていまして、非常に実践的で、これをみんなで見てもらって学んでもらうと、本当にチャット GPT を活用した業務効率化ガンガン進むと思うので、ぜひ関心がある方はお問い合わせいただければ幸いです。またプロダクトですね、 Zoom の有料版のクラウド録画をした場合に、その動画を自動的にサーバー移動して Zoom の容量を削減しつつ、その内容を文字起こし要約するというスマートノートという新しいサービスを立ち上げておりまして、まもなくベータ版出るはずです。もう Zoom の承認は終わっていまして、微調整している段階なので、まもなく出せるので、関心がある方はぜひ概要欄に問い合わせフォームを貼ってありますので、こちらからご連絡いただければベータ版ご案内ができればなと思っています。また動画ですね、チャット GPT をビジネスで使っていくにはどういうパターンがあるのか、これまとめていまして、結構参考になるというコメントもいただいているので、ご覧いただければ幸いです。またチャット GPT を実践で活用していくときに、いろいろな皆さんの活用例をもらって、その活用例を整理して話しています。企画でどう使うのかとか、文章データの分析、フレームワークを使った活用、コーチングや性格診断、メール文作成、文章を比べる、 AI 同士をディスカッションさせて自分の刺激を得る、まあ、こんないろんな使い方をご紹介しているので、ぜひみんなの活用図シリーズご覧いただければ幸いです。また今回の資料でもいくつかイラストを使ってるんですけど、これ全部画像生成 AI 使ってまして、ミッドジャーニーというものなんですが、ビジネスマンが画像生成 AI をどう使うのか、なんかクリエイターの方とかデザイナーの方はこれ使うイメージだけれども、ビジネスマンに必要あるのに対して答えている動画になるので、ぜひご覧いただければ幸いです。ところで今回以上になりまして、もし内容が参考になったりとか、気になる点があったら、ぜひコメントであったりいいねいただければ幸いです。で、このチャンネルはリモート社員に欠かせないツール、ノウハウ、最新情報をお届けしているんですけれども、したいこととしては、今この時代 AI であったりツールを使えるかどうか、これを AI 武装って言ってるんですが、使えるかどうかで戦闘能力すごい下がれちゃうと思うんですよね。左側の竹槍兵士、右側のロボット兵士、中身同じ人間としても戦ってどっちが勝つかと、まあ十中八九、ハックどころか 9.99 九、右側が勝ちそうですよね。この絵も実は AI で作ってるんです。私絵心全くないのに、こういうアウトプットすぐ出しちゃう私と、 AI 使えずに絵がちょっと上手くても自分で描かなくちゃいけない人、 AI で10秒で作れる私と1日かけて作る人、生産性全然違いますよね。ということで、まあ、そういったことにならないような情報を出したり、具体的な活用方法、実践方法をご紹介しているので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録いただいて一緒に勉強できれば幸いです。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。